kill your enemy by hitting him. はい、じゃあ全然ダメ、単体ゴムさんお願いします。おう、ゴムケン勝ってるよ。さあ、ここで計らずもゴムくんに対するマイナス愛がまた出てしまいましたね。本当に SK さんとかゴムくんとかこの辺は相手をマイナスに愛しますね。ルネイ、はい、全然ダメさんがワンピース。さあ、みーちゃんはベティ、全然ダメさん双子。さあ、双子はキャラ人気が非常に高いですね。おっと、ブロロ君、ブロロ君が登場。 It is a battle of survival. Kill your enemy by enemy. さあ、ここは 2P 有利のステージが出ました。ロケットランチャーを先に拾えるのは 2P 側だ。ロケットランチャー早速先制攻撃成功。しかしそこは発電機、発電機に頭を突っ込んでしまった。そしてロケットランチャー、なんとか木箱で身を守ったが、まだ体力でリードしているのはベティ。おっと、階段を登ってしまった。いやー、これは蜂のスルーとか。さあ、武器を使い終わってもまだ次の武器を拾っておけるのがですね、双子の強みなんですね。さあ、あのエレベーターにほぼ乗れません。見たかないで。おーっと、すごい射撃精度、これがこのキャラの強み。射撃がまっすぐ飛びます。さあ、一方双子はさあ、貯水タンクを撃って水を出している。おーっと、次元爆弾が作動。そして水に流された。あ、水に流された。水に流されて、流されて感電した。デリエンデッドワン。さあ、発電機ビリビリして、ビーちゃん死亡。死因は感電死。さあ、それでは B の決勝戦がゴムくんとサルスカイさんですね。これ負けてもまだワンチャンスあります。はい、勝はグー。さあ、ゴムくんは2P 側が1P 側が、1P 側がゴムくん、2P 側がサルスカイ。サルスカイさんはまず先に、キャラクターを決めて大丈夫です。さあ、それではスタートボタンを押して始めてください。さあ、会場にはサムライスピリッツのプレイヤーたちも集まってきました。が、一つ言わせてもらうが、このゲームが一番面白い。さあ、 1P 側、ゴムくん、双子、そして 2P 側のサルツカイさんがドゥイーブ。さあ、ドゥイーブ非常に難しいキャラクターなんですけれども、それぞれの武器の特性が、人間キャラクターと全く違うので、発想が変わればかなり新しい戦い方ができるはず。さあ、ステージは飛行機。さあ、早速操縦するか。さあ、この飛行機の中非常に狭いので、ロケットランチャーの使い方が、腕の差が出ます、このステージ。うわーっと、誘惑してしまった。ロケットランチャー、うわー
相手が開けた天窓をですね、あの貫通させてジャンプ足元打ちで倒そうとしたところ、窓枠に引っかかって自分が落ちてしまったあー、そして接近戦相打ち勝ったね、双子さあ、非常に高段テクを狙いに行ったんですが、猿の場合はですね、ブレが大きすぎてあの狭さの窓にロケットを入れられないんですね。実はI offer you 100,0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 00,
はい、それでは、ブロック最後の試合ですね。こちら、大阪対、元いちごちゃん。さあ、ワンピーガーサルのが、大阪の、イーブ、ツーピーガーが元いちごちゃんのベティーゾー。さあ、早くもなんか勝利宣言でしょうか、ベティーゾーが、元いちごちゃんが。あと、早速、あと、ロケットランチャーをゲットしたかと思ったらドラム缶の応酬。さあ一発も使ってない状態でロケットランチャーが放置されたはいいが、そこは、感電してしまうらしい。発電機があるね。おっと総裁珍しい。さあ体力を消しているのはさあベティゾーだが、さあ水が流せる状態にあるのはこれもまたベティゾー。さあ流されて発電機にぶち当たり、さあ若干ダメージを奪われるが、さあここで発電機にヒット目、さらに銃弾も当たって、さあしかしベティゾー側も発電機、さあお互いに発電機1回ずつ当たって、さあしかし大量的に優位を取っているのは相変わらず、ワンピー側の、大阪イブ。さあグレネード新幹線行け、さあ投げたがあさっての方向、さあ大きいグレネードってやつでしょうか。さあ体力差が若干縮まりつつあるか。さあ水が引っかかったが発電機までは至らず、さあ雪は抜けてて安心でした。さあ次元爆弾が爆発して床が抜け落ちかけている。さあヘリコプターが発電機に刺さっているが、さあこうして再び爆発が起きる。さあ床が抜け落ちて、さあパーティー会場。さあイブが持っているのはこれは熱いスープですね、ホットスープのまんまですね。さあ体力的にはほぼロブといったところ、若干イブ側有利か。さあ さあ普通の拳銃を装備して、さあ労働状態か。さあエレベーターに乗るが上に行く。しかし体力的に、イブ側が有利を取っているので、このまま逃げ切れば勝ちといったところだが、まだまだ残り時間が80秒。ロケットの場所を確認したら、さあイブがアウト。しかしここで床が抜け落ちてロケットランチャーは落ちてきた。さあベティ側にロケットチャンス。さあロケットランチャー一発ぶち当て、2発一気に体力が逆転。さあ箱当ててとどめのロケットランチャーをぶち当て、一投を渡したのはスーピーガー元いちごちゃんのベティドー。おめでとうございます。You did a great job, Miss Doe. Your next target is John Smith. I offer you 1,200,000 Swiss francs to eliminate him. You will find him in the downtown skyscraper where a wired explosive has been set. いや、二つね、知識が違ってた。ここ相打ちになるべ。ならねえ。どうせ床崩れるから一発だけだろ。ならねえ。さあ、サルスカイさんと全然直さんお願いします。
それでは初めて、いただいて結構です。さあ、ワンピー側、が、カルツカイさん、イブ、スーピーが全然ダメさん、ジャンプ、この2キャラはですね、HP 非常に高いんですね。実はそう見えないけど HP 高いんですね。さあ、まず早速ジョン・スミス、ロケットを拾う。で、お互いにロケットを拾う。おっと、ここは危ないか？捕まってしまった。アウトボクシング、上にいると危ないゲームなので、なるべく相手を下にいたいんですが、この空中ブランコの人に接触しちゃうと、自動的に上に運ばれてしまうという大ピンチトラップ。わー、中だと思ったら水鉄砲だった。さあ、これドラム缶を避けて、ムチを拾った。さあ、ムチはですね、このゲームで、もう、数少ないですね、8方向全部選択して撃てる武器叩き落とした。そしてロケットが手元に。さあ、ロケットランチャーは慣れてくると接近戦で、ジャンプして足元に撃つ使い方ができるんですが、練習に半日ぐらいいるかも最初のうちは。さあ、そうと思った。このステージは日本とガールド強いぞ。さあ、ちなみにアクションボタンを押しっぱなしで、ヘリとかですね、あの綱に伝わる、捕まることができるんですね。あー、斜めの上のところに行ってしまうと拾いに行きません。さあ、ゾウさんの背中に乗って、さあ、武器を探しに行きたい。このゲーム素手の状態が一番弱い。なるべく武器がなければいけませんか。拳銃が当たって、さあ、しかしゾウさんに踏まれた。これ危ない。さあ、人間大砲が現れた。これをどう使うか。日本刀ね。まず切りかかって、あ、パンチ。これで武器は使えなくなった。あっちに行ってしまった。さあ、睨み合い、素手で睨み合い。さあ、ジョン・スミスの昇竜拳、判定が弱い。当たり判定が上半分にしかありません。ここは危ない位置。しゃがんで渡る。さあ、人間大砲使いたいが、当たった。これは危ない。しゃがまないと危険。まあ、頭を上げて撃たれた大変なことやりますかね、これ。さあ、先にじれたのはイブ。別の武器を拾いに行くか。さあ、しかし素手の殴り合いではこの体力心もとない。別の武器が必要だが、ピエロが落とすのを待つのか。さあ、ピエロを殴ればですね、ワゴンから拳銃が出てくるんですが、人間逮捕を座った。さあ、最終的には殴り合い、観客席大盛り上がり。トラが出てきたが、最終的には世界格闘トーナメント。ということで、全然ダメさん勝利。 You did a great job, Mr. Smith. Your next target is Dwayne.I offer you $100,000 to find him. You will find him on the plane to the south.